では、本日最後の、プレゼンテーターになります、建築家の神室信也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トランプ建築設計事務所の神室と言います。最後なんですけど、あまり面白くないかもしれない。僕らはですね、ちょっと作品を紹介していきます。多分ご存じない方もいらっしゃると思うので、パートナーの鈴野と一緒に始めて9年ぐらい経ちました。その最初の作品がホテルの客室の内装です。目黒にあるホテルクラスカの客室の内装をしました。なんか物が収まる先を全部こう決めちゃってるんですね。で、ナイキのお店とかも設計しました。1年間限定のお店なんですけど、だんだんこう商品が増えていくんです。で、それが白い靴がだんだん色がついて置き換わっていくっていうような、そういうソフト面を提案をしました。なんかこう商品があることでお店がどう見えてくるかっていうのをこう興味があって取り組んでですね、住宅も設計します。もちろんやります。で、70代の老夫婦の実は住宅なんですね。これはコンクリートでできてまして、あんまり大きくないんです。7メートル角ほどの大きさなので、まあ20坪とかそれぐらいですかね。で、中の方はその屋根の形がそのまま現れてて、で、寝室と食卓がものすごい近い関係にあるんですけど、この屋根の稜線でなんとなくこう領域が分かれてるっていう。で、それぞれはもう全部トップライトになって、4つのトップライトから光が入ると思うので、そういう住宅を作ってます。それから舞台美術もやるんですね。で、チェルフィッチュっていう劇団の舞台を作ってました。ファミリーレストランっていう舞台設定があったので、それをこうもろファミレスではなくて、ちょっと抽象化するような方法で表現した舞台です。それからプロダクトもやります。今日持ってくればよかったんですけど、空気の器っていう1枚の紙に切れ込みをいっぱい入れてこう広げると立体の器になるっていうものです。例えばなんかそのワインのギフトラッピングに使ったりとか、そういう使い方もできます。それからインスタレーションをやってます。ミラノで毎年行われているミラノサローネっていう家具の見本市でキャノン の展示ブースを設計しました。糸を数万本使ってプロジェクションのためのスクリーンを作る、立体のスクリーンを作るっていうものですね。からこれはリノベーションの住宅ですね。もともと3階建てのコンクリートの建物があって、そこにど真ん中に穴を開けてですね、で階段を作りました。で、その階段の降りてった数段降りてった先にもう一個こう床があります。これは大きな踊り場みたいなもので、それがこのでかい箱です。そのでかい箱は家具になっていって、周りがこういろんな使い方ができる。踊り場をこうでっかくして階段の一部にしてしまったような。で、ここで定規をつないでいます。で、なんとなくこう蓋のようになっている。ミッドタウンで去年、デザインタッチというイベントの一環でワークショップのためのでかいテーブルを作りました。これは長さが50メートルありまして、この芝生の広場って実は一景でこうなんとなく斜面になっているんですね。で、テーブルっていうのは水平なんで、そこに水平のテーブルを置くと、その地形が勝手にこう、場所を作り出すというか、僕らは何もしてなくって、まっすぐな定規を置いたぐらいの感じです。そうすると、後のところはベンチになってたり、端っこの方では屋根になっちゃったり、もう片側ではちょうどソファーぐらいの高さになって。これはデスクです。コロロデスクと言っていて、なんか自室と自分の部屋と、デスクの中間ぐらいのイメージでなんか作ってもらって、窓がこの中で猫が使ってたりなんか上の方は開けると天窓みたいに光が入ってきたり、窓を開けたり、なんかこう子供のためにこうリビングにこれをまず買ってあげて、自室の手前の部屋を与えてあげる、そういうこともできる。ペットのための家具も考えました。ワンモックと言いまして、ハンモックをなんかこうもじったようなやつですね。で、飼い主の古着をこうかぶせることで、なんかこう
匂いに釣られて寄ってくる犬の習性を利用したものです。なんかいろいろ出てきてました、ウェディングリングもデザインしまして、ゴールドのリングなんですけどシルバーでメッキがしてあって見えないんです。でだんだん使ってるうちに剥げてくる。だからそれが夫婦によってこうなんか剥げ方が違うので、なんかこう2人で共有してる時間をこう分かち合える、そういう。今ちょっと開催しているメディア芸術祭の本店の会場の設計を僕らがやります。いつも混んでてよくわからないので、とにかくわかりやすさを目指して黒子に徹して取り組んだものなんで、ぜひ混んでる時に見に行ってください。だから実は皆さん座られてるこの重機も僕らで設計させてもらいました。外にこうバーンとなんかサインを作っちゃうんじゃなくって、中を覗いてみたくなるような、なんかそういうイメージで積み木がいっぱい重なったようなそういう場所を作りました。去年僕らの作品集も出まして、2011年までの作品になるんですけど、節目といいますか、なんか本も出させてもらいました。でなんか今興味があることっていうのは、なんかスポーツも作れないかなみたいなことを思っていて、なんか一個一個見ていくと面白いんですけど、左下とかはリーグ戦を一発で終わらせることです。サッカーはもう線を変えるだけで全然違うものができるんですよね。これとかなんかコーナリングの上げ方とか全然変わってくると思うんですけど、レフェリーがすごい難しい。なんか ここで言いたいのは、例えば楽しい横断歩道とかがあってもいいなと思っていて、なんかこう平面の線っていうのはすごく僕らその平面図という建築の図面を描くんですけど、その引く一本の線ってすごく動きを規定するんですけど、それは道路に描いてある白線も入れて、それなんか本当に一本の平面の線なんだけど、それをいじることでなんかこんなことでもできるという、それをいじるとなんか新しいスポーツができるんじゃないかと、なんかそういう最小限の方法でなんかこう動きを作ったりとか、そういうことにすごい興味がある。なんかすいません、あんまりまとまりがないんですけど、ありがとうございます。ありがとうございました。小野さんも、結構こう柔軟なアイデアっていう発想のなんか原点みたいなのって何かあるんですか？なるんですかね。ぼんやりしたすんですいませんけど、でもなんか普段あるものを結構疑ってみるような感じはありますね。街中歩いてても なんでこういう形になったんだろうっていうのを想像したりすると、なんかそれが不条理に思ってきて、その不条理が面白いんじゃないかなと思ってきて、だから結構疑ってかかりますね。でもなんか形が街中にある、何でもいいんですけど、なんか形を持ってるもので、何らかの会議を経てあの形になってるんですよ。そこをなんか想像すると結構面白い。そういう視点で街を見ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。